痛い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 のは知ってるんですけど、これこの辺ですよ。これ動画のとこ辛いですよ。これ今どうですか。あ、さっきよりは、はい、痛み減りました、はいはい、結構胸の筋肉はこれで今かなり緩んでるんですよね。いいあ、痛くなくなった。なくなった。なくなった。はい。手を上げると、なんかこの辺がやっぱりちょっと痛い。突っ張るような。突っ張るっていうか、はい。さすがっすね。やっぱここっすね。そこは、この辺ですね。おー、気持ちいい。おー、すげえ気持ちいい。いやくーすごいこれ、こりがいいね、しましたね。あ、そうそう、それですね、それ口のこりがいや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 、ここ硬い。いや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 すごいですね。どうしたら一番緩むか、この辺で痛くないですかね。はい、はい、こんな感じですよね。おいいよ、できるかなと思ったんですけど、ちょっと整体で終わりそうですね。はい、そうしましょう。それで結構絡まってましたね、いろんなもの。そうですね。この辺、まあこの周囲なんですよね。全部この辺で。そうですね。まあここから、まあそれでこっちに出てるみたいな。そうですね。もうこれが気になるんだな。これも多分ここも側頭筋とかも絶対影響はあると思うんですけど。この痛み減りましたかね。そうですね。なんかああいうさっきのあれと全然もう違います、はい。はい。ちょっと痛いです。痛いのが硬いので。痛い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 。痛い痛い、すごいすごい、今日一痛いですこれ、はい、痛いですね。痛いめちゃくちゃ力んでますね。痛い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 、なんかすごい痛い、なんか、はい、これなんかすごい張ってるじゃないですか。どうしたんですかこれ。いや、俺もわからんす、俺もわからんです。なんかもう関節がボキボキ言うぐらいこの周りが痛い痛い痛い。うわ、なんか、はい、リフレ並みのこの反応、痛みがね。いや、予想外。なんだろう、ここすごいですね。にゃ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 、あ、やっぱ編集のしすぎかなこれ。まあまあ
マウス？マウスですかね。もう3日間ずっとやってましたから。3日間ずっと？編集しました。それはね、仕事がない時はもうずっと編集しました。あら、いやもういっぱい溜まっちゃったんで、あもうこれを機に全部やらないとと思って気合い入れてやってました。そうね。ああ、時間詰めちゃったんですね。まあどうせまたここに来るしと思ったんで、もう週末はここでやらせてもらおう。そうそうそう。そこでほぐしてもらえばいいからね。そうですね。もう玉砕覚悟で。でもさ、こんなことになってると思わなかった。なんか左右差がすごいですよね。そうですね。なんかトーク戦で痛いですもんね。そうですよね、いや、そのレベルでしたよね。さっきも別にそんなやってないんですけど。いや、かちょっと軽く見てましたね。さっきよりは、さっきよりは痛くない、はい、はい、飛び上がらなくなりました。なんか肩ずれてんじゃないですかね。なんかここがおかしい気がします。あ、本当ですか。なんか周りがなんかスムーズじゃないですよね。あ、そうすか。痛いからちょっと動かしてみます。はい、これで本当に伸ばすの大丈夫ですか。はい、あ、でもなんか伸びづらそうですね。きにくい感じありますね。痛い、これも痛いですね。痛すぎない範囲で、はい、吐いて、楽にしてください。はい、こっちも、はい、背中、腰との連結も悪いのかな。浮いちゃいますもんね。浮いちゃいしょ、わーっと、はい。やっぱ縮こまってるもん、なんかあれ歪んでるんですかね。うん、まあ編集作業されてたから結構あれノーパソですか。いや、あのデスクトップですか。ずっと漫画喫茶で、デスクトップで。ああ、いてて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 。足の指の規模痛いですけど、これも痛いですわ。うん、あ、でもこれで今ここさっきより痛くないんじゃないですか。あ、本当だ。はい、あ、ほんまや。あ、本当はさっきと全然違うけど、はい、痛いですけど、ちょっとこれをやっといた方が
ぐぐ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 めっちゃ痛かったっすよ。痛かったっすけど、うん、全然違う。はい、なあ。そして、あの言葉まだ硬いな。でもどうですかね。さっきより入りやすいは入りやすいですよね。こう押された感じがちょっと違いますね。ちょっと違いますよね。あ、でも効くなあ。もうやっぱ佐々木さんちょ調子相当悪かったですね。そうですね、悪いですね。また近々来ますね。来れたら、まあ、予約が空いてた。全然空いてます、大丈夫ですよ。10月は抑えてるので。空いてる、空いてる、空いてる。あの右と左で合わなかったんですけど、今はもう合いますよ、うん、ここ柔らかくなりました。こっちが痛さが変わりました。はい、うん、ちょっと後ろ伸ばします。はい、楽にします。はい、息吐いて伸ばしますね。ただすごい動く、はい、動きますね。はい、あそこか。はい、まあ一応これで今日は一動きですね。ひとしきりということで、まあ本当はね、ちょっと取れれば取れるだけいろいろやりたいこともありますが、まあまあキリがないですから、ね、キリがないのでまあでもだいぶ肩が良くなってきて、全然違いますよ。はい、はい、すごいすごい。おそらくだいぶ足の向きとかもさっきより改善してるので。いや、ありがとうございます。はい、よし、じゃあちょっと一回起きてみましょうか。はい、はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、肩見ますね。はい、あ、やっぱり右肩下がってないですね。お、うん、あのほぼ揃ってるんじゃないですか。お、はい、はい、こうやって見ると右肩の方が下がってますよね。はい、で後ろ向いていただいて、肩甲骨の高さですね、これもやっぱり良くなってますね。はい、この右と左でほぼ揃ってるので、はい、それで肩甲骨の位置がここが左側、こっちが右側で、やっぱり右の方が下なんですよね。こういう感じで右下がりっていうのがありまして、これがなくなって、で骨盤の高さも良くなってますね。揃ってますね。はい、左右差がほぼない状態ですね。こう下げていって同じところですと止まる感じありますね。はい、そうしますね。骨盤の位置も右が高いですね。うん、こことここで腸骨の高さが、これも良くなってますね。本当ですか。このあのこうですね、背中の高さの上部の高さ、はい、はい、後ろの行き具合っていうのが、で重心が後ろに行っちゃって、そうなんですよね。脊椎の高さのところで、はい、あの胸の方が反ってる感じになってはいらっしゃいます。はい、お疲れ様でした。いやー、すっきりしました。峠を越したような感じですね。なんか顔からつきものが落ちたというか、目がすごくパチッと開いて目が覚めました。いや、落ち着きますね。めっちゃ痛かったですけどね。いや、でもね、本当にね、あれ、はい、あれ終わった後、もう体の調子がちょっと変わりましたね、やっぱり。うんうん、触った時の痛みとかも見ていただいて、ああ、もう全然今痛くないです。はい、ああ、よかったです。なので、この顔、なんか一枚ある感じっていうのはどうですか。
少しやっぱりすっきりしてきました。はい、うんうん、はい、やっぱまだ若干ね、その急には多分なくならないと思うんですけど、うん、そうですね、はい、多分だんだんやっぱりこの辺もちょっとやっぱ変わってきてるんで、はい、そうですね、だんだん流れてくんじゃないかなと思います。うんうんうん、そうだと思います。今で 100% じゃなくて、このあとまた徐々により流れていったりですとか、その睡眠が深くなって寝ていただいたことでより回復していただいたりとか、そうですね、はい、なると思いますので、また様子見てみてください。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、この動画が良かったと思いましたら、グッドボタンと、チャンネル登録をお願いいたします。はい、この辺ですね、はい、登録を赤い登録していただいて、哲也さんもチャンネルお持ちで、はい、いろいろフリーマッサージの動画を上げられたりとか、あとリラクエで撮った動画も別アングルのね、哲也さん編集のものになりますので、はい、そちらもね、見ていただくとまた面白いかと思います。お願いします、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ではまた、See you.